さんこんにちは、アンリーシュのゆうかです。今日はこのちょっと殺風景な場所から久しぶりの動画撮影にチャレンジしています。で、今日はですね、この我が家に新しく届いた景観栄養ポンプアミカのレビュー動画を配信します。で、実はこの動画もう1ヶ月前ぐらいには撮影をしていたんですよ。なんですけれども、いろんな事情でまんまお蔵入りになっていました。でもね、我が家と同じように景観栄養ポンプ使っている家庭は今どんどん順次こっちの新しいものになっているっていう風に業者の方にお伺いをして、今後ね、新しいものに変わっていく過程だったりだとか、変わったばっかりでちょっとこう良さだったりだとか使い方がいまいちわからないっていうご家庭に向けて、我が家が1ヶ月間使ってみて感じた以前のものとの違いであったり、新しいものの特徴、いい点悪い点っていうのを簡単にまとめてみたので、参考にしてみてください。で、この在宅景観栄養ポンプが新しいものに変更になったんですね。以前はこちらのアプリックスを使っていたんですけれども、1ヶ月前ぐらいに業者さんから電話がかかってきて、なんか新しい製品が出たので、なんか順次交換させてもらってますって言って、こちらのアプリックスっていう商品に変更になりました。こっちの古い方との違いだったりだとか、こう使い心地っていうのを紹介できたらなと思います。まずこちらアミカポンプ、こう見た目の特徴としては、一つね、バッテリーがちっちゃいっていうのがあります。古いやつと同じようにここカパッと働いて、ここがバッテリーになるんですけど、こっちが従来のバッテリーで、だいぶこっちの方がこうちっちゃいですよね。形も可愛いし、そうそう、めちゃめちゃ軽いです、バッテリーも。だからこう結構持ち運びがしやすいなというふうに思ってます。で、もう一つ、この後ろのホルダー、柱とかにベビーカーとかにこう挟むホルダーが、これ360度回るんですよ。これめっちゃ良くないですか？この古い方だともう回んなくて、この方向でしかつかなかったんですけど、こういう風に固定もできるし、ここに柱とかがあれば、ここを縦にして固定もできるっていうことですね。やっぱり重さもちょっとこう古いのに比べると軽いかなと思います。充電は、5時間ぐらい充電して、持ちが20時間以上持つよっていうふうに業者さんには聞いております。で、中身の機能としては、私が1個すごいいいなと思ったのは、オートプライム機能がつきました。前のやつだとプライミングって言って、ジージージーってこう自動で液をこのルートに充満させてくれる機能が、ずっとこのプライミングっていうボタンを長押ししないといけなかったんですね。ずっと長押しで手動でやってたんですけれども、今回これはオートプライムって言って、ピッと押したらそのまま勝手に1分ぐらいかな、12分ぐらいで注入のルートに液を満たしてくれるオートプライム機能っていうのがついていて、それがね、使ってみてすごく便利です。あとはね、個人的にすごく本当マニアックでどうでもいいことなんですけど、このルートのクランプも変わってるんですね。なんで以前のやつのルートはもう使えないんですけど、このルートのクランプの部分がワンタッチクランプって言って、なんかこうちょっとこう素材が変わって柔らかくて、こう割れにくくなってるんですよ。で、なんか前のやつってここ白かっただと思うんですけど、止めたりする時に硬くてこうパーンって割れて、よく飛んでいってダメになったりとかしてたんですけど、これはもう本当にやってる人しか分かんないと思うんですけど、今回ね、そこが改良されて、すごくこう柔らかくて割れにくくなってます。で、なんか以前はここをセットする時にこうやってカチャって引っ掛けるだけだったと思うんですけど、今回の新しいやつはカチャってこう押し込んで、なんかこうカチッて本当にセットする感じになっています。こんな感じですね。でね、逆に不便な点は、アラームがね、結構こう敏感になってよく鳴るようになりました。ちょっとこう異常、大したことないのに異常ですよみたいなセンサーが鳴るようになって、まあ、私の場合はなんですけど。でその理由の一つがここにこのセットルートセットする時のこの下の方にもなんか前はなかったけどセンサーがここにつくようになっていて、このセンサーとこのルートがしっかりくっついてないとアラームが鳴るみたいで、なんかこうワンポイントアドバイスとしては業者の人に聞いたんですけど、無駄にピーピーピーってアラームが鳴る時はここのルートをこうグッグって引っ張ってセンサーとルートをこうくっつけるようにしてあげるとアラーム鳴りにくいらしいです。1ヶ月使ってみてこう最初は慣れずにこうアラームがすごい良くなったりだとかして使いにくかったんですけど、まあ、今はねさほど不便を感じずに使えています。すっごいこれ新しいのがいいっていうことは特にないんですけど、まあ、不便を感じずに使えているかなと思います。で新しいものになれるまではこの以前のこのアプリックスも併用して使っていて、両方お出かけの時には持っていって、先生たちにもこう両方ちょっとずつこう使ってもらいながら新しい方に移行していくっていう期間を1ヶ月ぐらい取りました。で今まあちょうど1ヶ月ぐらい経って皆さんもこっちのアミカで使えるようになってきたので、これはもう返却をしようかなっていうふうに思っています。っていうタイミングでね動画を撮ってみました。もしねまだこれ交換になってなくてこれから交換になるかもっていう方はね是非ちょっと参考にしてみてください。